こんにちは、末広です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は自己アフィリ、セルフバックのやり方、現代もサイト編について説明したいと思います。どうぞよろしくお願いします。では誰でも簡単にできるアフィリエイト方法。自己アフィリエイトとは、自身が商品やサービスに持ち込みし、報酬が発生するシステムです。ASP から直接申し込むことをセルフバックと言います。ちょっと怪しいようにも思われがちですが、もちろん合法であり、れっきとした正式なアフィリエイト手法です。わかりやすいイメージとしては、テレビ CM やラジオ、雑誌やネット等で広告、宣伝されている、今なら無料サンプル提供中とか、キャッシュバックキャンペーン中という感じですね。ではセルフバックを始めるために必要なものは、メールアドレスと銀行口座のみ。そのためにはまず、フリーメールのアカウントを取得していきましょう。早速、自己アフィリで稼いでみよう。自己アフィリの方法。自己アフィリートには2種類の方法があります。1、サービスの申し込み系、いわゆる期間限定ポイントサービス。2、商品購入、いわゆる割引分のキャッシュバックですね。もしくは全額、キャッシュバックということですね。で、おすすめはサービスの申し込み系の自己アフィリですね。今回は自己アフィリでも簡単な現玉でやってみよう。では現玉へ登録、こちらのリンクから登録しますと250ポイントが貯まります。で、ここからは、現玉の登録方法や案件探しなどは別紙の、PDF ファイルの方で、細かく説明してますので、こちらの方をご覧になって、自己アフィリでたくさん稼いでください。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。